アラスと道井のてっぺんだーというわけで始まりましたけれども、はい、私すごい事実に、はい、ツーにして気づいてしまいました、はい、どうされました？髪伸びるの早いちょっと伸びまして。そんな伸びるの早い人いますか？どうですか似合ってますか？いや、なんか大人の女性って感じですごく素敵なんですけども。目指せ夏美さんということで。なるほど。ちなみにですね、はい、どうやったらそんなに髪が長く伸びるのか、ちょっと僕ですね、はい、ちょっともうこの辺ちょっと怪しくなってきてる。師匠、髪切りました？そうなんですよ、だいぶこの辺がちょっと怪しくなってきてるんで、だいぶバッサリいったんですけど、そんなことどうやったらそうな髪を育てられるのか、ちょっと秘訣を。まあ、美容院で4万円ぐらいかかりました。4万円多分つけられると思います。エクステ的なエクステンションでございます。これじゃあちょっと無理じゃないですかね、エクステは。ちょっと厳しいですかね、はい、てっぺん堂2とはパチンコ、パチスロが大好きな声優道井遥が嵐と協力しながら業界のてっぺんを目指す番組。ミッションを達成するごとにスタンプを1つ押すことができる。7つスタンプを集めるとご褒美ボックスから1枚くじが引ける。くじの内容に応じて2人だけでなく番組をご覧の視聴者にもプレゼントを与える。ただし収録中に与えられたミッションを1つも達成することができなければきつい罰ゲームが待っている。まあそんな感じで、はい、ちょっとイメチェンしてみました。はい、番組をリニューアル、そして道井さんもリニューアルして臨む第2回でございますけれども、はい、2になってから、はい、まあ、ある程度ちょっと番組のスタイルが変わりまして、うんうん、まあ、ミッションを達成していくっていうのは変わらないんですけれども、はい、一戦ごとにこう罰ゲームがどうこうとかではなく、うん、まあ、こう長い戦いを経て、まあ、プレゼントを目指していくってい こう戦いに変わったわけなんですけれども、そうなんです、まあ、今の進捗状況、はい、ちょっと確認してみましょうか。はい、こちらでございます。はい、前回ですね、一撃500万以上っていうのと、はい、北斗のバトル、はい、ボーナス券 を達成しましたので、こちら2つ達成となっております。はい、で、まあ、これが合計7つ達成すると、はい、プレゼントボックスからこう抽選で、まあ、プレゼントがもらえるよと。はい、でこれがもちろん我々だけでなく、はい、見てる皆様にも当選する可能性があるという形になりますので、はい、まあ、ぜひみんなで幸せになろうという番組になって。あら、素敵な番組。ただですよ、はい、まあ、ミッションが、まあ、今回も用意されてると思うんですけど、はい、1回もクリアできなかった、要は進捗状況がない、はい、進めなかったっていう状況になると、うん、罰ゲーム牙を向いてきます。そうでした、はい、そんなことを忘れておりました。はい、いや、もう本当にご褒美会ですらあんなことやらされるんですよ。これはもう流れてるですか？ご褒美会も流れてます。だいぶしんどかったですね。いや、もうマジであの橋だけはない。あの吊り橋だけはちょっと本当きつかったんだ、僕も。だからこの罰ゲーム自体は消えたわけではないので、うん、今回も回避を目指していきたいなというふうに思っております。はい、頑張りましょう。でですよ、うん、まあ、気になるのがそのミッションと機種じゃないですか。はい、うん、あ、そうですね、機種大事ですよね。はい、うん、今回は一体何を打って何を目指すんですかね。はい、まず機種は、はい、まあ、今回はバジリスク絆2を打ってもらおうかな。なるほど、バジリスク聞いたことあります。はい、有名な、有名です。今やパチスロ界においてなくてはならない存在の一つというか、うん、お、今日打てるんですか。はい、やった。ただですね、あそこは聖域なんですよ。聖域、はい、要は勝ちを目指す方々の聖域。あの、まあ、ガチの、はい、街で言うなら渋谷原宿です。怖っ。ちょっとおじさんはちょっと近寄れないみたいな。僕全然打ってないんで、絆2は。あ、そうなんですね。はい、だから正直僕もちょっと今回は生徒みたいなもんですね。うん、あ、はい、2人でじゃあ頑張りましょう。はい、学んで。ミッションが、今回のじゃあミッション発表しますね。はい、まず一つ目、乗り打ちでサマイプライスを目指す。うん、まあ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 、これ簡単ですね。難しいやつ、難しいやつ。で2番目、はい、一撃777枚以上どちらかが出す。うん、いや難しいですね。これも簡単ですね。簡単なんですか。簡単で3つ目、いや難しいです。3つ目は2人で花火柄を計3回出す。あ、花火柄、これも簡単ですね。これはですね、簡単、もう本当大の機嫌次第です。当たる時に花火柄が選ばれてくれればいいっていう話なので、はい、ある意味こう演出振り分け頼り。ただ僕らも当たりを引いていかないと、もちろん花火が出る機会がないので、はいはいはい、まあ、そこはちょっと頑張っていきましょう。まあ、パチンコでいう激アツ柄みたいな感じですかね。で、比較的出づらいわけではないので、うん、はい、うん、なるほどです。結構出ると思います。なので、ちょっとカウントしておいていただいて。はい、わかりました。で、最後、まあ、これはまあおまけというか、うん、
結果殲滅もしくはプレミアム PC に突入させる、おまけどころかもうプレミアくじですよそれは。プレミアって言ってる時点で通過、まあ、1から3が簡単なんで、はい、まあ、4だぐらいはちょっと難しくしとかないと。4は本当にハードル高いですね。ただ、うん、まあ、1から3に関しては、はい、勝つためには通らなきゃいけないルートなんで全部、はい、多分一撃777枚出せなかった日は負けるんだよ本当に。そこはなんとか頑張っていきたい、頑張りましょうところですね。はい、はい、分かりました。で、まあ本当にあの打つこと自体は簡単な台です。目押しもいらないんで、よかった。ただその極めるにはいろいろと知らなきゃいけない情報、はい、覚えなきゃいけないものっていうのが出てくるんで、知識が大事というか、知識介入期ですね、もうバリバリの。なるほど。なので、まあ、その辺に関してはお互い今日実践を通して学んでいこうという形で、はい、まずは楽しんで、うん、はい、ミッション達成目指していきましょう。わかりました。はい、それでは早速ミッションの方行ってみたいと思います。ゴー。それでは早速絆2で、はい、ミッション達成目指して頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。はい、あれこれやっときました。あ、なるほど、おぼろですね。あ、いいと思います。おぼろ、はい、おぼろちゃん、せっかく今回はね、はい、ミッキーさんの顔が近いんで、あ、あのおじさんの顔じゃないんですいませんね。じゃあ俺もちょっとやっておきますか。業務、業務、あの業務です。あー、こいつあの打ち方としてはですね、はい、もうあの何も狙わずに打っても全然問題ないんで、何も狙わず、はい、ただ一応あの特定箇所を狙うと成立薬が出目から見抜けたりとかするんで、はい、まあ、そういった楽しみ方もあります、まあ、例えば赤図柄、はい、赤バー図柄、赤 BC 図柄を狙ってる時に、この中リーの中段に黄色、はい、こうって書かれた黄色の図柄が止まると、はい、まあ、チャンス目と呼ばれるものになりますので、はい、このチャンス目が結構重要な役割を担う子役になってるんで、はい、それだけ見逃さないように打っていくといいのかなと思います。わかりました。で、今道井さんの台がサヤジっていうステージ行ってるんですけども、サヤジ、はい、この台は、お、で今ジャックチェリー引きました。ジャックチェリー、はい、で、まあ、状態によってバディスクチャンスの当選率が変わってきますので、はい、まあ、状態を気にしながら打つと、まあ、楽しめたり、はい、あとはまあ設定推測にこう重要な部分の、まあ、見極めだったりとか。なるほどです。その知識介入っていう部分では、うん、僕も全然浅々なんで、うん、まあ、あのおぼろげにやっていくしかない部分もあるんですけど、はい、やっぱりこのモードっていうのがすごい大事になってくる台で、モード基本的にそのバディスクチャンスの当選率っていうのが、まあ、モードと状態で管理されてると、まあ、液晶のパターンを知れば知るほど、はい、その立ち回りに有利になる要素がすごく多い台になってます。なるほどです。この出てくるミニキャラとかも何か示唆とかがあるんですか？あ、その通りです。まあ、基本的には状態と、はい、あとキャラによってはあの、まあ、モードを示唆するような概念もあったりするんで、おで今これコチョウランブという、まあ、ルーレット演出なんですけど、はい、これこの時に例えば今赤 BC 狙ったんですけど、はい、ここまで滑ってきて巻物なんで、これ巻物リプレイっていう役が、はい、まあ、基本的に一番熱い子役だと思っているんで、おー、巻物リプレイ、はい、熱い、思いました。巻物リプレイからの BC 当選にこう期待しながら、あとは前兆を見ていくっていう流れになります。ジャクチェリーで、一応このジャックチェリーの確率にも設定差があって、はい、まあ、これはユニメモを起動してプレイしておくとジャックチェリー数えてくれるんで非常に楽です。ふんふんふん、ユニバさんのアプリ、そうですね。おお、で今マイプラス回転したんで、はい、これ一応マイプラス回転は、はい、あの一番上の状態の可能性が高かったはずです。お、これ胸のり出てきた。これあ、あ、前兆かな。だから全然打ってないから俺も本当おぼろげの記憶を頼りにしていくしかないんで、おぼろだけに、あ、まさにその通りですね。まあ、こういう分かんないことがあったらですね、携帯サイトで確認するっていうのが一番大事なんで、いや今やっぱね令和ですからね、いやめちゃくちゃ大事ですよ。
で、まあ、どの状態中も、はい、そのレア役とかを経由せずに、はい、バジースクチャンスっていう、まあ、初当たりに当選すると、はい、まあ、高設定期待度がアップするんで、うんうんうん、ステージが変わらないですね。結構超広角にいるときは、はい、まあ、レア役を契機に、はい、今また巻物リップ引いたんですけど、そのリップ広角下だったり、それこそ吉田宿っていう超広角以上を下するステージに行くことが多いんですけど、はい、あ、巻物リップです、はい、巻物リップが揃うと、はい、まあ、このような形で前兆に行って、うん、で基本的には、はい、あのチャンスパターンがやっぱ絡むことが多いんですね、当たるときは、はい、で第一停止とかで、はい、チャンスパターン出るかどうかみたいな。で僕は兆候にいたら 75% で当たるはずなんですけど、はい、まあ、外れて、まあ、7位の私行ったんで、まあ、ちょっと兆候にはいなかったんじゃないかなっていう気もするんですけど、うん、まあ、落ちちゃってた、ゲーム数結構経ってたんで、まあ、落ちちゃってたのかもしれないですね。お、また巻物リップですね。血調べだ、なんだなんだ、発展、発展します。だ今当たってるかどうかと。お、で今一応第一でチャンスボタン出てますね。あ、なるほど、はいはいはい、届きました。あ、当たりましたね。あ、当たりました、はい、早速。だからバジリスクチャンス自体は結構当たりやすいんで。なるほど、じゃあちょっとバジリスクチャンスに行ってきます。はい、もう適当に押しちゃって大丈夫ですか。あれ勝手に揃います。で、ここ見ときましょう。で今黄色なんですけど、はい、これがこれ、まあ、バジリスクタイムの当選期待度だったり、はい、とにかく覚えておきたいのがここ赤だった時に赤バジリスクタイムに当選しなければ高設定が確定します。あ、なるほど、その矛盾が起きれば、はい、っていうことですね。そういうことですね。で、これキャラ選べるんですけど、はい、まあ、基本は天然様で燃えたいんですが、はい、源之助を選ぶのが基本です。源之助さんを選べます。わ、はい、かりました。チャンス告知タイプ、そうですね、こちらで源之助さんを選ぶと、はい、あの設定を教えてくれる演出が出る可能性があって。あ、なるほどです。で、まあ、バジリスクの島って、うん、ある意味みんなで戦ってる時が多いんですよ。全体系かもしれないっていう時に、ふんふんふん、みんな源之助 BC を参考にしたいから、はい、周りの人も、はい、お、みんな源之助選んで全員でカッパしようぜみたいな空気になってるのに、一人だけ天然選ぶとあいつって多分なるんで。そんな暗黙のあれがあるんですね、はい、だからまあまあみんなで仲良く設定見抜いていこうぜっていうケースの時こそ、うん、源之助をやっぱ選びたいとこなんで、まずは源之助を覚えましょう。なるほど、はい、みんなで勝っていく、みんなで戦っていくっていうのも大事なんで。そうなんです、ワンチームになることが多いんで、みんなは一人のために、そういうことです。で、この撃破人数の、はい、文字の、まあ、数字の並びによって、はい、例えば222だったら2以上とか、246とかだったら偶数とか、うん、教えてくれるんで、これを見ていくのが非常に大事になります。これは1回1回の数字ですか。そう、最終的なものではなくて1回1回の数字 で、 1回1回で最終的に1001人撃破になったら5以上とかもあるんですけど、うんうん、基本的にはこの数字を見て、はい、で分かりやすいのが、何か教えてくれるやつは全部赤文字になります。あー、分かりやすい、はい、赤になったらちょっといい感じ。今ここ青い帯が出ましたが、これはあの要は期待度ですね。あ、はい、まだまだ人数がもちろん多くなればなるほど、はい、あのバジリスクタイムの当選期待度が上がるんで、この辺は基本のいわゆるパチンコパスによくある期待度の下です、はい、分かりました。お、で道井さんも応援してる間に僕もちょっと赤タイトルの、あ、これが花火柄だったらミッションクリアなわけです。あー、これを3回出せというやつですね。そういうことですね。だからでもうまあ当たると思うんですけど、はい、だ当たるときに赤とか出してる場合じゃないですよ今日花火柄出してピーンって言わせないと花火柄大事ですね、はい、今日。あ、もう大丈夫です。めちゃめちゃ好奇煽ってるんで。あー、好奇。あ、黄色に行きましたね。そうですね。なんで僕もおい、あー、びっくりした何だこれ。いや、久々に打ったからこんなゆっくり回るんだっけと思ってびっくりした。はい、僕も黄色です、ね、チャンス。あ、なんか赤い。あ、これはチェリーですね。弱薬は本当当たんないんで、はい、特に異色、今赤赤青、僕は赤赤青で、はい、道井さんも赤赤青だと思うんですけど、赤赤青、これが全部赤赤赤とか青青青だと、はい、バジリスクタイムの当選期待度が高くなる。あ、全然見てなかったです、こっち。いや、こっちは大丈夫です。あ、こっち、こっちさえ見とけよ。あ、こっち、はい、あ、よかったです。
全然平地。ここしか見てない。いや多分情報量が多いんで、ね、頭パンクしやすいと思うんですけど。情報量が多い。でこれで負けちゃったんで終わりですね。はい、あっさり。まあ、復活する可能性もあるんですが、はい、まあ、基本移植 BC はなかなか当たんないと思っていいです。移植 BC。はい。移植バジリスク。そうそう。あの青揃ってるこっちの図柄が、はい、色が混ざってるのが移植。同じ色で統一されてるのが同色なんですけど、なるほど、同色以外はまあなかなか当たらない。うん、そのいい状態とかで当てないと、はい、もう本当当たらないんで、こうなんか目押しをしないからか結構スムーズに打てる。そうですね、感じはします。打つのはこれ強制です。打つのはめちゃくちゃ簡単です、この台は。おー、ただ知っておかないと見逃してしまう重要情報がめちゃくちゃ多い台でもあるんで、経験値が物を言う台なんです。経験が大事なんですね。あー、花火から出ず。お、チャンスターン。あ、大丈夫です、当たりますよ。本ですか。はい、わあ、これ勝手に止まるんですか。勝手に止まります。あ、良い腕じゃ。先輩のノイズによってもこう示唆があったりするんですけど、今回の黄色ですね。さあ僕もダメでした。あ、ペロッコ青な、はい、はい、終了です。はい、まあ基本はこれの繰り返しだと思ってください。わかりました。最終的にモード D っていうのに行くと必ず AT バジリスクタイムに当たるんですけど、はい、テーブルによっては何回目が C とか何回目が D とかこう決まってるんですね。でそこまで行ければ必ず AT に当たるのもありますし、はい、あとは有力感を800ゲーム消化すると、はい、あの強制的にバジリスクチャンス当たって、はい、そこが一応バジリスクタイムに通りやすい、当たりやすいっていうのもあるんで、はい、まあ、そこに行くまでにいかに早めにバジリスクタイム当てれるかっていうゲームです。なるほどです。で僕も一応今さやじ、まあ、広角以上にいそうなところでさらに弱チェリー引いた後に巻物リップ引いてるんで、はい、まあ、これはちょっと期待したい。いい予感。あ、でも絆煽り来てますね。絆煽り、絆煽り、はい、もうこれはもう当たります。あれ絆、はい、で絆が普通の当たりで、これがもし7が表示されると、はい、もうバジリックタイムも確定します。おー、7。本人はここまで。で、白。白か。白。で、自分のテーブルを見抜くんですか。基本的にはテーブルを見抜くことで、はい、そのテーブルの選択率に設定差があるんですよ。だから本当はテーブルを見抜かなきゃいけないんですけど、はい、あのユニメモのミッションを40杯以上クリアすると、はい、最終的にテーブルこれでしたと教えてくれるんで、基本はそれで見抜くのがメイン。870、いやこれは悪くないでしょ。あ、赤い、悪くないはず、素人判断の僕でもなんか良さそう。1000まで行けばいいんですか。1000まで行けば確定です。いっちゃう、はい、行きました。ありがとうございます。さあこれでバジリスクタイムが確定しましたということで、そこまで行ってバジリスクタイム、いや、ありがとうございます。あ、この歌好きです。あ、ありがとう、ありがとうって俺が言うことでもないんですけどまあやっぱ名曲って言ったらこの笛の音でテンション上がらない人はいない、そういうことなんですね、はい、僕はあの原作はアニメを見た方なんです。うん、実は漫画なんですね。私漫画を見ました。漫画、要は原作の小説、漫画、そしてアニメってなってるんですけど、はい、アニメが一番そのキャラごとのエピソードにすごいあの広げて作られてるんで、アニメ見ると多分各キャラの背景がすごい分かりやすい、はい、多分なんか結構逆が多いんですけど、その漫画の方が詳しかったりしますけど、はいはいはい、アニメの方が結構広がってるんですね。そうなんですよ、あの漫画とかはもうすぐ、はい、うん、あのキャラがどんどん死んでいっちゃうんで、そうです、覚える間もなく多分死んでた記憶がありますね。だから多分アニメ見ると一人一人の背景が分かるんですよ。そうか、やっぱ原作してった方がね面白いですよね。はい、さあこれでバジリスクタイムと、で一応タイトル画面、うん、でそのまあ継続テーブル、
継続シナリオかな、はい、モンスターみたいな形になってます。ダメですか。あ、赤は熱いですよ。赤いですか。なんか引きました。あ、ま、巻き戻しリップ な、あ、引き戻、ま、巻き戻、巻き戻リップですね。はいはい、当たってそうですね。おー、このは、もう発展は止められない。はい、赤タイトル。もうあの純粋にチャンスパターンが本当強い台なんで。おー、じゃあもうチャンス来たら熱いですみたいな。はい、あ、見て見て見て、銀、あ、もう虹なんだ。やれる、ありがとうございます。だからなんかこうパチンコをよく打たれてると、はい、赤とか全然熱くないイメージあると思うんですけど、バジリックシリーズの赤文字はめちゃくちゃ熱い。おお、信用してくよ赤を。いきます。で、一応送人開始の画面とかでもいろいろ示唆してるんですが、はい、6対6で、あとはですね、この広角みたいなのがあるんですよ、絆広角みたいな。はい、でそれによってこの後の送人中に何を引いたら熱いかっていう役が色で分かるようになってます、はい、でこれ円光角って言って、はい、巻き物リップが引ければもうバジリスクチャンスに確定して、うん、バジリスクチャンスに当たるとバジリスクタイムは絶対継続するんで、うん、この広角を活かせるかどうかっていうのは非常に継続の、うん、今回の777枚ミッションの鍵になってます、うん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 、一応ここに背景の色にリンクした表示が出るんですけど、はいはいはい、これがまあ基本継続を示唆してる、示唆するみたいな。で、うん、青はやばい、青、はいはい、だからもう円光角生かしてやるしかないみたいな、うん、まあ、そんな状況になるんで、ダメだそうなんですよ、異色だとまあまあ難しいんですよ。ダメでした。同色だとあの倍に期待度跳ね上がるんで。さあ、そして僕の方はこれ継続バトル行って、はい、まだ一応チャンスあるんですけど、今のところその円に対応した巻物リップ引けてないですし、うん、ちょっと厳しいかもしれない。厳しそう。これ天禅様。天禅さん。はい。噂の。天禅様に燃える台でもあるんですけど。え、燃えるというのは。可愛いんですよ、基本的に。可愛い。はい。天禅様は200年以上生きてるんで。この世の酸いも甘いも噛み分けてる人なんですけど。そんな人いました、はい、いるんですよ。覚えてなかったな。でこれで復活がなければ、はい、まあ、終了してしまうよという形になりますので、あっさり。これをやってると今日何もできない罰ゲームの可能性ありますからで一応自分が今どんぐらいハマってるかっていうのはここを押すと分かるんで。あ、トータルゲーム、はい、はー、これが800になると必ず当たります。800で今僕 AT 終了後とかなんですけど、はい、この時に確か超広角スタートすると設定5以上とかあるんですけど、はい、うわ、びっくりした。お、まあ、当たりました。当たりました。あ、当たりました。赤ですもんね。やったぜー。はい、赤い色が多いですよね。一応赤と青で奇数偶数のスタも行ってるんで、一応偶数設定の可能性がちょっとだけアップしてる状況ですね。お願いお願いお願い。青ゼロ、はい、な、ダメか。まあ一応復活もあります。あ、あります。ダメでした。巻き物リップをここで引いて、引いてダメですかね。ダメですか、はい。なんだなんだ、あそこなんだ、だからちょっと当たったんですけど、なんか、なんか良さそう、はい、いや、当たったんですけど。当たったんですか、はい、赤赤赤赤赤青、赤赤青でした。で8回目、なかなか選ばれないんですけど、はい、8回目の BC でバジリスク当たる、バジリスクタイム当たるよっていうとこ行くと、はい、まあ、優遇され、あのストックだったかな、なんかすげえ優遇されるんですよ。777枚どうやったら、バジリスクタイム入れないと基本は無理です。天禅様は何がいいって、はい、ドエロなんですよ。あ、
あんな生きてたのに200年も生きてて、はい、まだやっぱ性にご興味があられるっていうのが、まあ、我々男性陣の心をわしづかみにする要素の一つなんで。なるほど。嵐さん、なんか好きな漫画とかあるんですか？好きな漫画とかは結構やっぱ多いですし、うんうん、まあ、パチンコパチスロになったりしてくれるとやっぱ嬉しい、ね、ああ嬉しいですよね、好きなやつが、はい、絶対やっちゃいますもん。例えば最近で言ったらちょっと前ですけどね、はい、あの牛音虎とか。ああ、私大好きです。あ、本当ですか。あの藤田勝弘さんの漫画すごい好きで、いやもう僕もめちゃくちゃ好きで、最近で言うとまたなんかカラクリサーカスがパチンコになるみたいで、うんうん、そうなんですね、はい、いや嬉しい。カラクリサーカスは僕は漫画しか読んでないんですけど、はいはい、あのマジであのおえつするレベルで泣いてるんだあれも。いやあれめちゃくちゃ泣きますよね。白金大好き。はい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 。あれアニメだと林原めぐみさんだった。あ、そうですそうです。そうですよね、はい、いやすごい、なんか当時話題になりましたね、やっぱ林原さんだみたいな。いやまあまあでも分かりますよね、あなるほどって思うキャスティングなんで。来たか。うち兄がいたので、はい、あの少年漫画が結構家にあったんですよ。はい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 。なのでそのウシオとトラとかもまあそうですけど、はい、カラクリサーカスもそうで、あと僕パチンコパチスロになってるやつといったらメゾン一国とか。まあ好きです。うちもやっぱ兄貴がいて、はい、メゾン一国の単行本持ってたんです兄貴が、うんうん、はい、京セリーから。おお、おめでとうございます。今回赤頭ですね。もう白、まあちょっと厳しいと思います。これもパチンコのメゾン一国で流れるオリジナルソングの、はいはい、アンブレラって曲がめちゃくちゃ名曲なんですよ。あ、アンブレラ俺知ってるかもしれないです。あ、知ってます、はい、明日また会える。あ、多分知ってると思います。いやもうメゾンは曲めちゃくちゃいいんで。ごめんなさい、邪魔しちゃった。はい、全然大丈夫です。あ、吉田宿行きましたね。吉田宿、はい、これですか。これ行った時点で、はい、まあ、超広角か、まあ、前兆かみたいな感じで、はい、現状その前兆に行きそうな役は引いてないので、はい、まあ、超広角にさっきのジャクチェリーで上がったんじゃないかなということが推測できます。なるほどです。でこの間はもう本当巻物とか引いたらめちゃくちゃ当たりやすいですし、そういう役が引けなくても、はい、どうせってほど初当たり引きやすくなってるんで注目でございます。はい、これでステージ以降ですね。マンジラに何も行かせませんでした。まあまあなかなか難しいんで。うーん、巻物引きたいですね。お、なりきり戦法ですね。道井遥か胡蝶の舞外れですね。恥ずかしいわ。あ、天然様。まあ、マグロのリップですね。これは強いんですか。まあチャンスです、チャンス。巻物リップ。はい、もうこれは大丈夫ですね。誠実な状態です。あ、ここで強敵あじゃあね。ああ、忍耐。さあ131ゲーム、総投資8000。まあまあ結構初当たりやっぱ引けてるんで。はい、青。ちょっと僕の台1対1に近い気がするんでちょっと怖いですよね。厳しそうな気はするんですが、うん、やはり。そうこうしてたら300ゲーム今ハマってますね。そうなんですよ。いいんじゃないですか今状態、うん、まあ、広角以上にはいたっぽいんで。あ、後期いただきました。胡蝶の舞絆。はい、当たりました。あ、これでも当ててくれるんですね。はい、 ありがとうございます。青赤ちょっとランパ白ですね。無事何事もなく帰ってまいりました。そうですね。
ただ道井さん、はい、ちょっと一回ここ押してみてください。はい、もうだいぶあと239ゲームで、はい、通常時累計800到達なんで同色 BC は当たりますから。で今何回目の BC でしたっけ。はい、そうか、もう6回引いてるんで、はい、あと2回引ければ2回 ほぼほぼあと1回で当たるんですよ。だから天井に行かないように当てるしかないです。むしろもう一回来てくれ。あら、いいっすよ、いいっすよ、いいよいいよ、めちゃくちゃ煽るじゃん。いいじゃん、当ててくれた、はい、ありがとうございます。これでもしバジルスタイム当たんなかったら、はい、テーブル5確定なんで、ね、はい、激アツ。いや、なかなか初打ちで、あの、ビシ回数の方の天井行けるってすごいことですよ。向いてます、才能ある。これは今、スルーをしろと願った方がいい。まあ、どっちでも、あ、当てたら当てたでいいのか。いや、まあまあ、あと1回当てられる保証がないんで、ここは絶対当たってほしいです、僕だったら。どうすか、どうすか、どうすか、まあ、普通当たるんじゃないかな。はいはいはい、大丈夫。ありがとう。これが、甲が荷物を流れました。あ、気持ちいいですね、このイントロ。イントロ気持ちいいんですよ。で、これがさらに歌付きもありますから。なるほど、 AD 中はやったー。バジリスクタイム行ってきます。7回目の BC から、お、行きましょう。あ、これが付けんですね。はい、で、開始画面は玄之助と、玄之助、おぼろ、天然の順に、おぼろとか天然の方がいいんですけど、はい、まあ基本は玄之助なんで、玄之助、よしよし、おお、マジか、20ゲーム。いや、ちょっとすごいですね。いいやつですか。あの、いや、めちゃくちゃ嬉しいやつです。あー、よかった。はい、ここ追走中に巻物リプレイを引くと、はい、うん、まあ、もちろんバディスクチャンスも抽選してるんですが、はい、当たった時は継続ではなく、はい、追走のゲーム数上乗せになります。おお、さすがに30で終わりかな。はい、これで総任以降ですね。よし、8対4、はいはい、もうめちゃくちゃ継続したら高いはずですよ。終わったです。あんま見ない、8対4は。はい、で、演奏広角なんで、はい、チェリーと巻物リップがチャンスです、はい、あー、やられた。あー、巻物リップ、はい、巻物リップいたら確定なんで。あー、よかったよかったよかった、はい、もう絶対大丈夫です。よし、やったい。素晴らしい。まあ、これをやって、はい、まあ、出玉を出していくっていう流れになるんで。なるほどです。よし、ほら、勝手に、はい、ここも勝手に揃います。イエーイ。バジリスクチャンス、はい、で、この間はストックの抽選をしていくんで、はい、ここでも、まあ、いろんな役が弾けるといい。そうですね、巻物リップとやっぱ強チェリーがメインになってきますけど、強チェと巻物。夏日だ、おぼろに、あー、かわいい。これなんですか。はい、これは同時に揃いをするとす、はい、あの、ストックです。なので、あの、こいつを狙う。そう、金色に光ってる、金色と紫の、それです、うまい。あれ、あ、これちょっと早、でもだいぶ狙えてます。あ、ダメでした。お、おっそっす、ここに戻ってくる。そうですね、基本的には追走やって送人やって、はい、追走やって送人やって、これちょっとまだ分かんない感じですよね。まあ、そうですね。で、この人数に奇数が入ってると必ず絆、あの、何かしらの広角がくっついてくるんですけど、奇数、あ、師匠が吉田宿へ。そうですね、
お、これ当たると、はい、一応バディスクタイムの投石タイムも上がるんで、はい、さすが大丈夫そうなんですけど、全然花火から出ないですね。花火から、あ、なんか赤くなりました背景。あ、それはあの今ピンチなんですよ。玄之介一人しか残ってないじゃないですか。ピンチなのかい。玄之介が負けちゃうと終わりなんで。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。あと一人。でここで発展するパターンによっても期待度変わったりするんで、ちょっとあんま赤ゼリフとか出てほしいんですけど。ああいいですよいいですよいいですよ、いいんじゃないですか。はい、はい、おめでとうございます。よかった。そうだ、こういうパターンも全然あるんですけど。あ、よかったよかった。ピンチだったけど、はい、さあ赤頭白チョコで当たってますけど、挑戦。何も引けなかったけど、負けてる。まあでも全然こういうパターンでも継続することはあるんで、はい、必ずしもここで数字が悪かったから絶対ダメってことはないんですよ。ちょっと、あ、4対4に持ち込んだけど負け。いいですね。やっぱそうやって純粋に挿入をまず楽しんだ方がいいと思います。やっぱり楽しいです。さあ、わっ、あっさり、いや、やられる、あっさりやられたんで、師匠も、はい、やっぱりモードが良くなかったんじゃないかなと。やられちゃった。あと一人です。あー、ピンチです。ピンチでございます。まあでも、だいたいここまで行くんで、あの、そうなんですね、継続する時も。あ、よかったよかったよかった。あの、なかなかこの最終決戦行かずに継続するパターンはそんなに多くないんで。おー、あ、じゃあこれはもう経由する、はい、なんかちょ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 っとあんまり厳しいですか。いや、ちょっとよろしくないですね。だいぶ厳しい。あー、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 やられちゃいました。からの、あの、一応復活もあります。からの、あ、あと一応白鍋なんで、あ、キョブルか。さすがに厳しいですね。ここを伸ばしたかった。378枚。なるほど。自分でこう流れが分かりました。分かりました。はい、ご無事に安堵いたしました。さあ、まだ広告間に合ってるかな。俺は今忙しい。はい、で一応全長は長い方がいいんですけど、はい、1ゲームとか2ゲームで当たると、はい、あの AT 確定なんですけど、これは2ゲームで8点なんで、まあ、いつも通りって感じですね。あれ、ここ強調引いていく。あら、はいはいはい、ね、おめでとうございます。まあ、一応前兆中に強調とか引いてると、その同職への昇格抽選もしてるはずなんですが、はい、あ、同職みたいです。これは見事、ありがとうございます。青、なんか赤、青、逃げる。厳しいですね。当日発動せず。あ、でこそ。せい。いいね。ありがとう。私。あ。ああ、いいタイミング。いいですね。はい。完璧と言っていいタイミング。あ、これも真似したい。あ、あ、スープ状。おお、マジか。スープ状来ました。スープ状はもう AT 濃厚ですから。おお、やってた。はい。あの、要は全長が長い時に。はい。行くステージなんで、巻物、はいはいはい、しかももう
昇格を狙っていって。これより上があるんですか？あの要はソロ BC の昇格ですね。まあでもまあすごいタイミングで引きますね。あれタイトルが大丈夫ですか？大丈夫ですかね？どうなんですか？いや大丈夫なはずです。寸法上なんで。はい、7が揃ってますんで、これで AT です。よかったです。チャンス目2連続で引いた。おまあさすがに2色です、ね、同色だと、はい、まあ、月下殲滅いく可能性もあるし、月下殲滅いったらめっちゃ出ますよ。あ出したか。それもあれにミッションにありましたっけ？プレミアム BC か月下殲滅を引くあったと思うんで。あれなんか、あ、そうか、あ、もう確定してるんで。夏月がおぼろに揺れる夜を、その当たった時に歌を歌うっていうのは、はい、我らが大先輩であります新之助さんのお箱でもあるんで。あ、そうなんですか、はい、そこを継承していくっていうのもいいと思いますよ。お、開眼した。そうですね、これであの小四郎は跳ね返されちゃったんで。なあ、あ、さっきの術でバジリスクタイムいただきます。いや、777枚目指して。そうですね、今回は早かったですね。おお、金玉獲得した。あの必ず降格がついてくるんですけど、うん、4個まで持っていければ、はい、4個でよかったと思うんですけど、はい、数的に。おお、すごい。いや無双です。どういうこと？あの全部の降格がついてくる絆降格っていうのに行くんで、はい、あと2個です。あと2個。はい、でもまあ実行予告。まあこれは継続確定です。だから次回予告の流れがめちゃくちゃかっこいいんですよ。おう、イエイ。なるほど。あ、3対3。そう、奇数なんで。まあまあ、キズナダを持ってますからね。で、今回は炎連降格なんで、はい、巻物リップかベルです。ベル。余裕ですわ。ほら、だからもう継続が決まってる状態なんで、はい、この継続が決まってる状態でやっぱり BC 引くと、はい、まあ、次回もっていう形になるんで、はい、すごい大事な局面です。おー、ここだよ、ここ。着地。びっくりした、はい、これがまあ基本の復活パターンですね。あ、そうそう、ありがとうございます。2000面、6対6。あ、強制。これはですね、まあ、ここで連降格とかついてたらもう確定なんですけど、はい、この総任始まった時に全長来たらもう激アツです。当たってるんで、あ、全長来いって思いながら消化して、はい、この背景はどうなんですか？あ、悪くないです。悪くはない。まあ、前兆は来てないですね。うん、お、これ負けの圧じゃない。な、外れて。あ、終わりですか？まあ、復活がなければって形になっちゃうので終わりやすい。なのでやっぱ1セット目の、あの降格を生かせてるとまたちょっと違った展開になってたと思うんで。さあ、というわけで前半戦が終了しまして、はい、まあ、現状ミッションは何一つクリアできていない状況でございます。はい、で、まあ、収支状況も道井さんは今の初当たりでだいぶ戻して、はい、うんうん、そんなに負けてないんですよね。あ、そうですね。ただ、うんうん、あの僕がもうすぐ2万円なくなる状況です。おわお、まあ、ちょっと僕の代は設定的に厳しそうかなっていう印象があるんで、はい、で道井さんの代は言うて、まあ、初当たり一発目は天井でしたけど、はい、まあ、2発目早く引けてますし、うんうん、まあ、もしかしたらチャンスあるかもしれないで、はい、まあ、なんとかちょっとミッション1個でもクリアして、1個でもそうですね、はい、少しでもちょっとプレゼント獲得に近づけるように頑張っていきましょう。頑張ります。
さあというわけで前半戦が折り返しておりますけれども、はい、厳しい状況が続いてますね。だいぶ厳しいですね。はい、まあ、私の方が、まあ、投資が今1万8000円使っておりまして、はい、間もなく、有力感天井、はい、だそこで同色 BC の、まあ、50杯以上通さないと、はい、結構まずいで、今回はもう本当師匠として全く機能してないんで。そんなことないです、はい、出玉面はもちろん、あの絆2に関しても絆と混同してたりするっていうちょっとポンコツプリを発揮してますんで、ちょっと後半なんとか出玉面で貢献しないといけないなっていう思いはあります、はいうん、はい、ちょっとここから気を練って、はいはい、全集中していきたいと思います。全集中、はい、私の方が投資1万円で、今下皿に200枚くらい、いやもうちょっとあるじゃないですか、多分そんなもんだと思う。400枚ぐらいありまして、はい、まあ、そんなに、ま、負けてはいないけど、ちょっと負けてはいるんですけど、そんなに負けてはないかなみたいな状況でございます、はい、あ、なんか今回楽勝にしときましたよみたいないや舐めるなよ絆シリーズをっていういやー花火柄とかなんかすごい出ますよみたいなまあ一応初当たり10回以上引いて、はい、まあ、1回も出てないんで、うん、まあ、我々の引きが弱いのか。なるほど、はい、私たちが悪い、すいませんでした。まあ円数振り分けに恵まれてないっていうまあ今回だから正直、はい、初の罰ゲームがちょっと早くも降臨してしまう可能性がありますんで、1個もその何かをクリアできなかったら罰ゲームが発生するという形になりますんで、まあなんとか虫は食べない、虫は絶対に食べない、 ありえますよ虫はセカンドシーズンは食べない、そういう餃子もあるかもしれない、ね、名所なんで石技もよぎったんですけど、餃子に包まれても食べない。まあ777枚をクリアできれば、はい、普通にプラス収支に戻ってこれるぐらいの、まあお互い投資額ではあるんで、はい、まあなんとか1個でも、はい、クリアしつつ2個3個目指して、はい、やっぱ皆様にプレゼントをお届けするっていうのは至上命題です。そうですよね、ちょっとお待たせしちゃって申し訳ないです。いや本当にちょっと後半頑張っていきましょう。はい、頑張ります。赤だ、よっしゃ、赤です。あ、あれ赤い、あ、444じゃん、赤い、4以上、本日の収録はエキサイティングスロットクラブベルベルさんでした。よろしければチャンネル登録といいねと通知音をよろしくお願いいたします。よろしく。